無垢の博物館は、トルコのノーベル文学小作家オルハン・パムクチョの、トルコ語で書かれた小説である。2008年8月に出版された。トルコの富裕層の青年、ケマルの独白体で大部分が書かれており、12歳年少で、裕福でない女性、フィュースンに対するケマルの猛念的な愛情が、イスタンブールを舞台に1975年からの10年間を、中心として、 30年にわたって描かれている。ケマルの愛情は、フュースンの内面や社会的状況には向けられず、もっぱら女性としての外面的な美しさに向けられており、極めて自己中心的に描かれている。フュースンに対する生涯の愛情を確信したケマルは、別の女性との婚約を解消し、フュースンや彼女の生活に関わり、それらをケマルに想起させるものを収集し始める。 物と盲念により、自己の持つ愛情を満足させることが習慣となり、ケマルは、家族や友人たちとの健全な社会的人間、関係を損なっていく。作品中には、蝶やカゴの子鳥、り、ケマルのフェティシズムにより集められた小物が多数、登場する。フュースンに完全に魅了されていたケマルは、しかし、彼女を、 一人の人間として扱うことができないことが作品中では最後まで描かれ続ける。しかしそうした人物はケマルだけでなく、フュースンの周囲に登場する男性は誰もが彼女の異性としての魅力に取り憑かれ、彼女の個性や内面を見ようとしない。最終的に彼女はトーマス・ハーディのテスやギュスターブ・フローベールのボバリー夫人のように、そういった男性たちの欲望の犠牲となる。 作者のパムクはこの小説を書くにあたって、YouTube でイスタンブールの音楽や映画を調べた、と語っている。私の名は、紅をはじめとして、パムクの作品では、東洋と西洋の対立がしばしば描かれ、それは彼のノーベル文学賞の受賞理由にもなっているが、それはこの作品でも、イスタンブールの博物館や映画などの文化における西洋の影響という形で、 示され、主要なテーマの一つとなっている。作品とこれに連動する、博物館では他の博物館や収蔵物が多く登場する。そのものを収蔵する恥じらいを伴って秘蔵されるものを、博物館の収蔵物として公開するというやり方が、作品の集結部に示される。トルコにおける女性の位置づけが、作品の全体を通じたテーマの一つである。 1970年代のイスタンブールでは西洋化が進み男女交際がより自由になる傾向があったが、それでも婚前交渉を行った女性が社会から阻害される様子が描かれる。パムクはこれをトルコの古い監修であるとしている。パムクはインタビューでケマルが些細な小物のコレクションに自身の思い描くフィスンを見て、フィスンその人とその生き方。 考えを見ない様子を描くことでこれらのテーマを表現したとしている。英語への翻訳は2009年で、2009年9月7日に、米、ザ・ニューヨーカー氏にディスタント・リレーションズの題名で、消録され、同年10月20日に、米、アルフレッド・エイク・ノーフ社から、モーリーン・フリーリによる翻訳で、ザ・ミュージアム・オブ・イノセンスの題名で出版された。日本語訳は、宮下良によるものが、 ムクの博物館の題名で、早川書房から上下巻分冊で2010年に出版された。小説と連動するムクの博物館パムクは、小説中にも登場する、このムクの博物館をイスタンブールのベイオール地区に隣接するチュクルジュマ地区の建物を利用し、実際にオープンさせた。内部は、小説の舞台となった1970年代から90年代までの、 イスタンブールの文化や人々の日常生活を想起させるようなものを展示している。当初はフランクフルトアムマインのシルン美術館で2008年10月に開催されたフランクフルト書籍見本誌での公開を目指していたがキャンセルになった。その後イスタンブール市内において、まず2011年中の開館を目指して準備が進められ、その予定からは遅れながらも2012年4月に、 落成した。小説の発刊とこの博物館の開館には時間差があったものの両者は密接に関連しており、イスタンブールの二つの家族の間のロマンティックで異常な愛情と1970年代のイスタンブールの上流家庭の様子をそこに留めている。この開館に必要な資金は、ノーベル賞の賞金と欧州文化史と事業の援助により賄われた。宮下良役による、 日本語版。ありがとうございます。